ん、こんにちは。ソフトクリームちゃんだよ。今日はアーリントンカップの予想をしたいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は前走重賞組が7勝して2着5回、最近5年中4年で前走重賞組が勝っていますので、重賞上位馬には気をつけておきたいところです。2月開催の時には新山記念組の成績がすごく良かったんですが、今回は4月開催に変わってきましたので、状況はよくわからないようになってきました。また1勝クラス組が2勝して2着4回と重賞組に続いていますが、その前走1勝クラスで勝った馬が7頭馬券に絡んでいるのに対し、1勝クラスで勝てずにここで馬券に絡んだのは2014年のフェルメッツァと2011年の競泳バサラだけ。中央の奇跡やロードベイリーフ、グランレイにとっては少し嫌なデータとなりました。一方、新馬や未勝利組からはわずかながら馬券には絡むものの、本当にわずかなようで3着がやっとといったところです。また牝馬についてはエントリー自体も少なかったんですけれども、昨年イベリスが21世紀に入って初めて馬券に絡み、しかも優勝しました。そもそもがイベリスをはじめ人気薄の牝馬のエントリーばかりですので、今まで当てにはできませんでしたが、実力馬がいる場合には馬券に絡めても十分問題なさそうですので、牝馬だからといって評価を落とす必要はなさそうです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は4勝して2着1回、タワーオブロンドン、ペルシアンナイト、ミッチーアイルなど重賞上位馬かつ人気馬だとかなり信頼が置けるようです。そして2番人気が不審なんですが、3番人気から9番人気がまんべんなく馬券に絡みますので、この状況下で1番人気が飛んでしまおうものならかなり大変なところです。昨年や2011年など枠連から3連単まで全て万馬券ということもありました。ですのでこのレースの配当は結構極端で、昨年は136万馬券が出ましたけれども、その前の2年は3連単で万馬券割れということで、振れ幅がかなり激しいです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はプリンスリターンです。前走は好スタートから我慢を利かせて直線で勝ったかと思いましたが、後ろに潜んでいたサンクチュエールにそのまま刺されてしまいました。ただ残り 200m からの伸びが優秀で、1頭になってからも加速しているのは印象的なところ。今回はここに向けての仕上げですから、前走のリベンジといきたいところです。対抗はギルテッドミラー、前走は残り 100m から余裕を残すほどの圧勝、外を回しても十分の手応えでの快勝でした。勝ってはいるものの、歯身の受けが悪かったようで、人間でいう親知らずを抜歯して歯磨きをさらに良くしました。マイル戦は持つにはギリギリの距離なようで、気象面の成長が欲しいですが、今回は無観客競馬、アメババも前前走でこなせていますので、逆転の可能性も十分に残している一頭です。以下こちらもやや馬をこなして前走を勝ったボンボムトゥックも阪神で連勝しているのは価値が高いですし、 G1 2着のタイスシェビジョンも放っておけないところです。あとはデータ通り1勝クラスを勝ち上がってきた馬ですとか重賞赤敗馬は放っておけませんので、この馬たちも加えておきたいと思います。それでは買い目です。本戦は馬単の6点、3連複は3着に穴馬も並べて買いたいと思います。今年の3歳重賞は調べた限りでは1番人気がまだ勝てていないようですので、相当珍しい年になりますが、今回も混戦が予想されますので、まだまだ油断ならないところ。大勢ビジョンが断然人気になりそうですが、本番を見据えてでの走りとなりますし、土曜日は天候も怪しいので重賞初勝利がかかる2人のジョッキーに期待したいところです。以上、アーリントンカップの予想でした。続いては日曜日のアンタレステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は関西馬が9勝して2着は9回、関東馬のエントリー自体も少ないですが、関東馬で馬券に絡んだのは昨年のアナザートゥルースとロアジャルダン、そしてアジアエクスプレスと
重賞実績のある馬だけとなってしまい、まだ重賞実績がないワイルドカードとリワードアンバルにとってはやや肩幅が狭いデータとなりました。また5歳馬が7勝、4歳馬が2勝ながら2着5回と若い馬がほとんど馬券圏内を構成していて、ここ5年は7歳以上の馬は馬券に絡んできていません。また同じく最近5年連続で前走名古屋大商店組が馬券に絡んでいたり、ここ3年連続で前走マーチステークス組が馬券に絡んだりと、だんだん前走がオープン特別よりも重賞出走馬がここでも活躍するという構図になりつつあります。そしてダート 2000m とは打って変わって、このレースは前に行く馬が残りやすいです。4コーナー5番手以内はアオーディを除いて9勝、昨年に至っては1着から3着までが全て4コーナー5番手以内でした。追い込み馬がダメとは言い切れませんけれども、なかなか直線では届ききらない傾向がこの阪神 1800m の重賞ではいるのかなと思います。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は4勝して2着2回、3番人気までが盤石な副勝率となっています。阪神に移ってからの8年中5年で1番人気から5番人気までの 1-2-3 ということで、1番人気と2番人気どちらか馬券に絡んできており、なかなか無理な馬券は組めなさそうです。3連複の万馬券は3回あるんですけれども、最近5年間ではわずかに1回、3連単の10万馬券オーバーも同様に、こちらも最近5年では1回だけと荒れそうな G1 の裏開催のはずが、ガッチガチな馬券傾向を示しているというレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はベストタッチダウンです。前走はプラス14キロながらも無理なく花を奪って逃走、4コーナーでちぎるという3勝クラスの馬たちを相手にしないような完勝でした。ババイの時にテンションが高かったようですが、川田騎手曰く興奮しているというよりも早く走らせろという意思表示で闘争心は十分、地正面という観点でも無観客競馬は味方しそうです。オープンクラスでの経験がないことだけが心配ですが、オープンに上がっても頭打ちになるとは思えませんと川田騎手の力強いコメントが聞けましたし、当初は浜中騎手に騎乗依頼をかけていましたが、主戦の川田騎手が阪神で乗ることとなりましたので、その点も渡りに船です。そうなった以上は恥ずかしい競馬はしてほしくないところです。対抗はその浜中騎手が騎乗するロードグラスト。前走の名古屋大商店は前の馬たちが最後にもがいているところを外から豪快に差し切る快勝でした。前に行くことにこだわらなくとも、それを見て自分のペースでレースを進められれば背足が生きるという必勝パターンを見つけたようなレースで、ここに向けての調教はちょっと甘めなんですけれども、構想の多い名古屋大商店組の勝ち馬、前がやり合うとますますチャンスアップしそうな一頭です。以下阪神でも構想歴の多いワイドカードは乗り換わりは痛いんですけれども、前々走の構想は印象深いですし、前残りとなると外枠ですけれども、名勝技師も花を奪えたならば残してくる可能性も想定できます。穴馬では8歳と高齢になりましたが、年齢を感じさせない追い切りだったウエスタールンド、ベストタッチダウンと差のないタイムの追い切りタイムでしたので、この馬も抑えておきたいと思います。それでは買い目です。本戦はベストタッチダウンの単勝1点、そして夢も込みで3連単で勝負します。花にこだわらず番手でも競馬ができるというコメントも聞かれましたので、インティのように意地でも花にこだわらなくてもいいのがこの馬のいいところ。皐月賞ではなくこっちを騎乗をチョイスしたんですから、川田騎手ここは負けられないところです。ロードグラスの逆転が非常に怖いんですけれども、足の利きのいい馬場で早いタイムでの決着となりそうなんですので、ベストタッチダウンに分があると思っています。以上、アンタレステークスの予想でした。さて今週は皐月賞の予想動画ももちろんアップする予定です。またブログでは土曜日の中山グランドジャンプの予想と、企画開始から2週目の最強厩舎ジョッキー愛称決定戦を行いますので、そちらの方もどうぞチェックしてみてください。
それでは次回の皐月賞の予想動画でまたお会いしましょう。